はい、こんにちは、ひかりです。今回ね、こちら、ご覧になってね、いただければわかると思うんですけども、はい、えー、手元撮影のね、この、テーブルのね、シートあるものをね、変えました。はい。まあ、最近ね、セリアの購入品紹介っていうね、100円ショップのセリアの購入品紹介っていう動画でも紹介したんですけど、100円ショップのセリアで売っていたテーブルクロスをね、今度、 このミニテーブル。この折りたたみできるね。あの、足が折りたたみできるちっちゃいテーブルあるじゃないですか。よくハードフとかあ、ハードフじゃない、ハウスとかで安く売ってるような、500円とかで買えるようなやつなんだけど、まあ、リサイクルショップで500円で買えるぐらい。定価で買うと3000円ぐらいするかなと思うんだけど。まあ、それにね、今まではダイソーで売っていたフェルトを敷いてたんですよ。どうしてもね、あの、ゴミが付着するんだよね。ホコリが付着するっていうよりも、あの、 カスみたいな、例えばこう、商品紹介とかして、特にあの、紙の箱物を開けたりする、そのカスみたいなのがこう、ついたりとか、するんで、それをコロコロで取ってたんだけど、そうするとね、傷んじゃったんだよね、やっぱフェルト部分がね。で、やっぱゴミのとね、なんか排除とかめんどくさいなと思ってたんで、今回は、拭けるをね、素材にしました。これなら拭けますよね、うん。えっとね、一応これなんですよ、今回ね、ついたやつね。まあ、テーブルクロスグリーンっていうね、結構大きい、大きいですよ、大きい、大きいテーブルでも使えるぐらい。 サイズがね、こんな感じで、約縦130、横175ってことですね。まあ素材がポリエチレンポリエス、まあプラスチックできプラスチックなのかプラスチックじゃないのなんていうのポリエチレンとポリエステルっていうあれでしょだから拭けるんだよ。多分水拭きできるっしょ。まあ、でもなんかね、よく見てもらうとわかるんだけど、このね、このなんか、あんま拭くとなんか、 この柄が取れそうな気も少なくはないんだけど、まあ、これからね、また使ってみてね、あの、感想もね、言いたいと思います。はい。とりあえず今回は、えっと、この柄にしましたね。あの、一応グリーンって名前なんだけど、まあ、一番ね、夏っぽいかなと思って、この色にしました。まあ、あの、水色とかはちょっと売ってなかったんだけど、まあ、海みたいなね、柄もいいなとは思いますけどね。これからの時期ね。他にはこういうね、黒いやつとかもね、買ってあるんですよ。ブラック。 まあちょっと大人な感じ。これでも季節的にちょっと暑っぽいかなっていうか、暑苦しいかなと思って。で、これがちょっとね、色的に白飛びしちゃったり、なんていうのかな、ホワイトバランス的にどうかなと思って。まあちょっとこれは実験的にまた今度使ってみますけど。まあね、とりあえず今回は、この夏っぽいグリーンにしてみました。どうですかねなかなか見やすいんじゃないかな。こういう商品紹介の時とかも。別に、特に背景が邪魔するってことないよね。ほら。おもちゃ紹介とか言ってやったりさ。 購入品紹介とかやっても大丈夫そうだよね。これいけるいける。いけそうじゃないですか。あ、これキャプテンね、左手に持たせるのが正解らしいですね。こんな感じで、ちょっと持ち出るんだよ、これ。こんな感じで。ね、だから100円ショップのセリアで売っていたテーブルクロス、まあダイソーとかでも売ってると思うんだけどね。ハロウィンとかクリスマスとか、 そういう時にはまたね、その専用のやつとかも結構出てたりするんだけど、俺もハロウィンの持ってるんだよ。一時使ってたんだけど、まあね、僕は今回セリアで買ってみました。皆さんもね、こういう、まあ、うん、まあ YouTube やってる人に限らずね、ツイッターとかインスタグラムでおもちゃの写真とかアップしたいなって時とか、背景結構困るじゃないですか。こういうのをね、常にテーブルで引いとくと、ちょっとしたおもちゃで遊んでる途中に、あ、このシーンいいなと思ったらすぐ写真撮って、インスタとか SNS ね、ツイッターとかにアップできるんで、 結構こういうのおすすめですね、うん、逆におすすめしない,しないのはあのテーブルとか机とかにさ透明なあれを敷くやつ敷いてその間にさいろいろ挟めるじゃん紙のやつとかそこにプリクラとか挟んじゃうとツイッターとかインスタとかにアップしづらくなりますよね僕とかもそうなんだけどあの実際それやってるとさ、まあ、自分のね写真だけだったらいいんだけど友達とかも写っちゃってるから そういうあるとちょっとね、さすがに SNS に上げるのは厳しいんでね。まあ、こういうね、シートをね、敷くのも、一つおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、触り心地もね、なんかね、ツルツルもしてない。変になんか、なんだろう、うテカテカじゃないからさ、こう反射とか、今、照明つけてるんだけど、こ反射もないし、だからといって、なんだろう、うウェットティッシュとかで拭けるぐらいの、うん、なんかなんていうのかな、質感なんだよね。だから、 あの、レジャーシートとはまた違う感じ。うん。あと、この、折って入ってたから折り目が気になるかなと思ったけど、まあそんなに、まあまだね、折り目あるけど、そんな気にならないですね。今ちょっと適当に敷いたんだけど、あの、二つ折りにして敷いたんだけど、まあそんなに、うん。まあまあ、でも、まあなんだろう。完璧な背景を求める人にはこの折り目とか気になるかもしれないけど、別に YouTube の動画で手元撮影のね、軽い背景として使う分には全然問題ないんじゃないかなと思います。はーい。